第207飛行隊は、かつて航空自衛隊南西航空混成団第83航空隊霊下にあった戦闘機部隊。航空自衛隊7番目の F-104JDJ 戦闘機を運用する飛行隊として1966年に百里基地で新編され、1972年の沖縄返還後に那覇基地へ移駐し、1986年に 兵隊されるまで南西諸島の防空任務を実施した。第二百七飛行隊は F-104J DJ 戦闘機を運用する飛行隊として、九百六十六年三月三十一日に、茨城県百里基地第七航空団霊下の戦闘機部隊として新編された。九百七十二年十一月七日に、那覇基地へ移駐し、第八十三航空隊霊下に編入された。 1973年1月1日から、那覇基地におけるアラート任務を実施し、1986年3月19日に、第302飛行隊へ任務を譲り、第207飛行隊は兵隊、航空自衛隊の F-104 運用に幕を閉じた。舞台マークは、百歴地時代は赤いシェイブロンに、快楽園にちなんだ梅門を描いたものだったが、 ナハキチイ中ュは南十字星をモチーフとしたものになっており、機体塗装も塩害対策でエアクラフトグレーに塗装された。ありがとうございます。